コルベルク包囲戦は7年戦争中に3度起きた。主にロシア軍によるプロイセン領ポンメルン州のコルベルクの包囲。1759年10月の第一次包囲と1760年8月から9月にかけての第二次包囲は失敗したが、1761年8月から12月にかけての第三次包囲は成功した。第二次と第三次包囲では、 スウェーデンの援軍も包囲に参加した。コルベルク陥落の結果、プロイセンはバルト海岸にある主要な港をすべて失った一方、ロシア軍はポンベルンで投影することができた。しかし、ロシアの勝利から数週間後、皇帝のエリザベータが死去、後継者のピョートル3世は講和して、コルベルクをプロイセンに返還した。1759年の第一次包囲は、 プロイセンの守備軍に跳ね返された。ロシアのフェルモル博は、コルベルク占領とプロイセン領ポンメルン州における投影の命令を受け、不可能であると感じながら、しぶしぶと命令を遂行した。フェルモルは、ヨハン・パルメンバフハ中将率いる軍勢4千と大砲20門をコルベルク包囲に派遣した。コルベルクの守備軍は、正規軍700と招集軍隊しかいなかったが、 指揮官のハハイインンン・リヒジギスムントフォンデアハイでは、ロシアの攻撃を予想して防御を補強して物資を貯め込んでいた。行為は10月4日に始まった。ロシアの増援でパルメンバッハー軍は5000人に膨れ上がったが大雨と嵐により工場兵器を組み上げられずさらに支援するはずだった27隻からなるロシア艦隊は嵐で21隻がナンパ。 残りも接近できずに引き返してしまった。結局ロシアは11月1日に方位から引き上げた。ロシア軍は1760年から1761年にかけての投影をオーデル川下流に計画しており、そのためにコルベルク要塞を確保する必要があった。7月、コットロープ、ハインリヒ本島ト,トレイベン率いるロシア遠征軍はポンメルン州に進軍したが、 レガ川に到着してすぐ、主ジエンへの転身を命じられた。コルベルクの地図を持っているハインリヒジギスムントフォン、デアハイデの彫像を。ベルリン市8月27日、前日に到着していた、ロシアのバルト海艦隊がコルベルクへの砲撃を、開始、29日に、スウェーデンの戦列艦6隻とフリーゲート3隻も、加わった。軍勢発戦による包囲は9月6日に始まり、砲兵の援護で、 工場兵器を組み立て始めた。プロイセンの守備軍は、ハインリヒ・ジギスムント・フォン・デアハエデ大佐が指揮していた。プロイセンをフリードリヒ2世は、ハンス・パウル・ベルナー率いる、援軍3800を、主ジ支援の戦闘から外して、340キロ北に、ある、コルベルクの救援に駆けつけさせた。13日間の帰港を経て、コルベルクに着いた。 ベルナー軍は9月18日に、ロシア軍を攻撃、小ゼリアに勝利したことで、包囲軍は、救援軍2万と戦っていると勘違いして、自軍の艦隊で逃走した。スウェーデン艦隊は20日、ロシア艦隊は23日に引き上げた。ロシア軍は死傷者600を出した。戦後、フリードリヒ2世は、ベルナーとハイデを中将に昇進させた。 1760年にロシアのポンメルンにおける春季攻勢を指揮したトートレイヴンが反逆罪を犯してフリードリヒ2世にロシアが1761年に3度コルベルクを包囲しようとする計画を明かした。フリードリヒ2世は要塞への補給を命令、メクレンブルクでスウェーデン軍と戦っていたフリードリヒをイゲンフォンブルテンベルクを引き上げさせた。 ビュルテンベルクは7月4日にコルベルクにつき増強された守備軍12000を指揮した。ロシア軍の指揮官ピョートロル・ルミャンツェフは6月23日に近くのケスリーンで軍を止め補給を待っていた。ビュルテンベルクは時期がアウトル・ミャンツェフを攻撃するつもりでいたがフリードリヒ2世に危険すぎるとして却下された。8月中旬に 援軍3000がルミアンツェフと合流すると、彼は22日にコルベルクを包囲した。この時点では、ロシア船23隻がルミアンツェフを支援しており、これにスウェーデン船8隻が後に加わった。ロシアとスウェーデンの砲撃は8月25日から9月25日まで続いた。9月18日、ルミアンツェフはビュルテンベルクの守備軍を強襲したが、 三千の損害を出しただけで失敗に終わったため、彼は、教習をやめて、コルベルクへの補給を遮断する策に出た。9月30日、ドゥビスラフフォンプラーテン率いる、数千のプロイセン軍がコルベルクを増援し、守備軍が2万人近くになった。10月9日、ロシア艦隊が好転で、ロシアへ帰ってしまったためルメャンツェフは、艦隊の支援を失ったが、代わりに、 アレクサンドル・ブトルリンの増援を得た。グスタフ・ベルク率いるブトルリン軍の騎兵部隊は、プロイセンの連絡船を切断、出撃したビュルテンベルクの騎兵部隊も撃破して、多くを捕虜にした。コルベルクの補給が切れそうになったため、プラーテン軍は10月末にベルリンへの撤退を命令された。11月、ビュルテンベルクは、場外のロシア軍を突破して、プラーテン軍と合流。 後ろからロシア軍に打撃を与えようとした。それが失敗すると、プラーテンは命令通りベルリンへ撤退、ビュルテンベルクは再びロシア軍を突破して城内に戻ろうとした。彼は何度か試したが、12月12日の最後の試みが、コルベルクから南数キロにあるシュピーで撃退され、戦の損害を出してしまうと、ビュルテンベルクは残りの軍勢8千と共に、 シュテッキテにへ撤退した。12月16日、コルベルクがルミアンツェフに降伏したことで、ロシア軍はプロイセン領ポンメルン州で投影することができた。また、フリードリヒ2世は、プラウテン軍がコルベルクの包囲を解いた後に主ジ支援での戦闘に加勢することを期待していたが、ルミアンツェフ軍がプラウテン軍を釘付きにしたことで、それができなくなり、 プラーテン軍が離れる頃には、主ジエンに加勢しても戦況にさほど影響できなくなった。そのため、フリードリヒ2世は代わりにベルリンへ戻るよう命令した。エリザベータトピオトル三世方位戦が始まる頃には、ロシア皇帝のエリザベータに脳卒中が何度か起こっており、最終的には1762年1月5日に死去した。彼女のおいで、 フリードリヒ二世の熱烈な崇拝者であったピョートル三世がロシア皇帝に即位した。ロシアが7年戦争でプロイセンに宣戦したことに反対していたピョートルはプロイセンと即時講和してサンクトペテルブルク条約を締結、コルベルクを含む前線領地を返還して援軍2万を派遣した。ロシアという強力な同盟国に離脱された。 ハプスブルク家のオーストリアは、独力で戦争を継続できず、現状回復を訳するフベルトスブルク条約を締結した。ありがとうございます。